九州北部では寒冷前線が通過する影響で湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。福岡県や佐賀県の北部沿岸では強い風が吹き、佐賀県の唐津市と玄海町で暴風警報が発表されていましたが、先ほど強風注意報に切り替わりました。また糸島市では11月の観測史上最大となる最大瞬間風速 21.8 メートルを観測、福岡市博多区でも17メートル、中央区で 16.1 メートルを観測するなどしました。強風に伴い海の便にも影響が出ていて、博多港と東区の海の中道を結ぶ航路で全ての便が欠航となっています。明日にかけて局地的に積乱雲が発達する恐れがあり、気象台は落雷や竜巻など激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけています。